はどうするのよ。何かしらの罰は与えるべきよね。ゼミリア、あんたが決めなさい。やっぱレイム、前回めっちゃいい感じで。お嬢様、お待たせしました。手振ってくれたじゃない。注射なんだから主を敬いなさい。え、だってあの時はその場のノリで。なんかあの辺で盛り上げとかないと動画の締めが。もったいな。でもお姉様、ここはやっぱりコウマ館の主として何かしなきゃ。そうですね。こんなことをしでかしたんですからただでは返せません。そう？よね。とは言ったものの記憶がない以上どうしていいのか全然わかんないのよね。昔の私ならこういう時どうしてたんだろ。っていう改善にもこんなことがあったのかな。何一人でブツブツ言ってるのかしら。あ、パチュリー。実はカクカクしかじかで。それでわかると思ってんの？わかってください、お願いします。やだ。なるほど。そういうことね。ぜひアドバイスを。そんなものはない。はぁ、辛い。ただひたすらに辛い。もうドラクエに逃げたい。逃げるは恥だが役に立つ？知らんな。逃げてばかりじゃ経験値もゴールドも得られない。それどころか相手が自分より強かったら逃げることすらできない。まあドラクエのシリーズ全部が全部そうじゃないけど。それでずっと前から置いてあったこれは何？5月2日土曜、コウマ館に人間の子供が入った。私が記憶をなくす前に綴った日記。メイリン、今日からあなたが昨夜の世話係よ。何ですか？門番をしながらでも十分務まるでしょ。まあはい。それで、どの程度までできるようにすればいいんでしょうか？そうね。コウマ館のメイドとして9大点くらいを目標にしなさい。わかりました。お嬢様の期待に添えるよう頑張ります。でもなんで私なんだろ。メイドとして育てるならメイド長さんに頼めばいいのに。まず何からやればいいのかしら。この年からこの態度。こんやろ、礼儀もわきまえてないのか。それでまずメイドとしての心得。それと礼儀。ここ、コウマ館の主であるレミリア・スカーレット様。そしてその妹のフランドール様を敬うこと。もちろん年上であり先輩でもある私にも。はい、わかりました。うわぁ、覚え早い。そして料理をこしらえる、お茶を入れるということは基本中の基本。それは問題なくできます。でもやはりメイド。家お嬢様方に仕えるに、この館を守るために強くなる必要があると思います。その通り。お嬢様、安心してください。もう十分9大点をあげられますよ。フランダ、私のチョコレートクリームチップショットヘーゼルナッツシロップバニラシロップキャラメルソースチョコレートソースエクストラホイップエクストラチップにデスソースを入れたので、判例を避けるため独房へ。しっかり反省なさい。お姉様だってこの間私のチョコレートクリームチップショットヘーゼルナッツシロップバニラシロップキャラメルソースチョコレートソースエクストラホイップエクストラチップに100ミリンズのまずいのばかり集めたの大量に入れてきたくせに、なんていう兄弟喧嘩してんのよ。パチュリがうますそれもなる呪文を唱えて死にかけた。まあそれ私吸血鬼だから死にかけるわ。じゃあよく死ななかったな。いやーなんか演技とはいえ久々にいい戦いだったわ。また新しい必殺考えてましたよね。うん、ああ、必殺っていうほどのものでもないわよ。月を極限まで鍛えたらああなった。それの方が得じゃないですか。そういえば霊夢さん。うん。本当に巫女服じゃないと 100% の力を解放できないんですか？そうよ。巫女服には特殊な霊文字が刻んであるし。でもさ、あんたすっごい強くなったわよね。私だってただ何もせず過ごしてきたわけじゃないですから。それじゃあ次戦うときは 80% ほどの力でやりましょう。勘弁してくださいよ。80% って言ったら別次元のマリサと戦ったときのあれですよね。そうよ。前から疑問だったんですけど、どうしてあのときフルパワーで戦わなかったんですか？ 100% の力だと互角。いやそれ以上。バカねー、体はマリサのものだったのよ。もしあいつの体に傷残しちゃうと私責任取れないし。あ、そういうことだったんですね。それにまだフルパワーに慣れてないし、ちゃんと使いこなすにはあと3年は必要かな。はいもしもし。メイリン、あなた今どこにいるのよ。知りませんよ。私まで結界の転移魔法で吹っ飛ばされて、その転移先がみんなと違ってなんか。少し待ってなさい。あ、はい。パチュリー様、メイリンが別の場所に転移してしまったと。知ってるわ。今子悪魔にこっちに帰ってくる呪文を。うん。寒かった。無事に帰ってこれたみたいよ。みたいですね。あーなんで私だけこんな目にあったんでしょ。ねえ咲夜さん、咲夜さん。どうしたんすかそれ。敵と自分にやられたわ。敵と自分にやられるって。私が知らない間に結構大変なこと起きてたんですね。
不覚だったわ。私もまだまだね。そうですねー。またあの時みたいに私と特訓しますか？怪我が治ったらぜひ。もうあれから何年経つんでしょうね。昨夜さんがメイド長になってから。どうですか、メイリンさん。お嬢様。合格よ、メイリンは？合格です。いざよい昨夜、今日からあなたはここのメイド長です。はい。今後ともお嬢様方、並びに高魔館の皆さんに忠義を持ってお仕えします。これからもあなたの働きを期待してるわ。昨夜。いえ昨夜さん。そんな驚かなくても、メイド長になったんですからあなたは私の上司ですよ。ですがメイリンさん。これからは私のこと、呼び捨てで構いません。メイド長として、しっかり頑張ってください。はい。大きくなりましたね。そしてリリパに。私がいなくてもあなたはここを守ることができますよね。これからも頑張ってください。いざよい昨夜さん。これで私は、安心して、あの場所に。夢の中に行ける。ネズミ門番しなさい。そんな状態だと敵に侵入されるわ。すいません。私が立派に成長したから門番をサボり始めたの？いや。はぁ？呆れて言葉も出ないわ。でも縁があるんで大丈夫です。あ、それでさっき行をマスターしたんですよ。知らないわよ。はぁ？これからもしっかりと門番頑張ってくださいね。メイリンさん。あ、はい。なんだか久しぶりにさん付けされると照れますね。8月15日、昨夜が別次元から帰ってきた。あちらの世界の自分のことを話してくれた。これが最後に書いた日ね。どうやらまた記憶を失ったみたいね。多分これからどうしていいのかわからないんでしょ？え？ごきげんよう、レミリア・スカーレット。ごきげんようじゃないわよ。なんで私がもう一人いるのよ。私はあなたの記憶。つまりなんていうか。自分自身の思い出？は？あんた何言ってんの？私もよくわからない。でも時間がないから言いたいことだけ言うわね。あなたは全ての記憶を失ったわけじゃない。そんなはずないわ。今までの思い出が消えて、だったら今あなたの目の前にいる私は何なのよ。幻覚。違うわよ。あんた自身の記憶って言ってんでしょ。あんたは確かに完全記憶能力が原因で記憶を失ったわ。だけどそれはごく一部。記憶が消えた直後でも他の能力の使い方は覚えてたでしょ。そして記憶として存在する私もいる。私の記憶として存在するならなぜ思い出は消えたの？失敗したのよ。失敗？え？これはみんなに秘密にしてある。運命を変えるということ。今回はなんかタイトルと内容があまり合ってなかった気が。暴かれた秘密というより、明かされそうな秘密だったわね。主の動画のタイトルはいつも内容とちょっとずれてるわよね。そんなことよりお腹減ったわ。何か食べない？みかんならあるけど。いただきます。